よいしょ。あが何喋ろうとか忘れた。今日はしこたま楽しんで騒いで、明日みんな二日になって帰りましょう。では3、2、1、リバウンドいきますよ。加藤君おめでとうございます。 ありがとうございます。どうですかこの1年は。まあそうですね、はい、9月入ってからな長かったですけど、長かったけど、はい、マジック出てからね持ってますね。いやですかね。で、まあ、残り4月からずっと首位で、はい、まあ、それはそれなりに難しさはあったんですけど、はい、まあ、でもそんな贅沢なこと言えないです、ね、はい、いやでもゲーム差話しててもなんかそんな楽なもんじゃなかったですよね。そりゃそうです、やってる現場は、ね、はい、でもあのやっぱり優勝したらやっぱいいですねこれ、はい、決まった。いつ帰ってくるの。これまた次はクライマックスと日本シリーズありますね。まずはそこに向かって。そうです、まあ、残りシーズンねタイトル絡んでる選手たちもいるんで、はいはい、それと、まあ、あとはもうあと山川が1年間4番でどっしりしてくれたおかげでよかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、30分も超えたしよかったですね。まだまだですけど頑張ります。はい、まだ次ありますんで、はい、必ず打ちますね。必ず打ちます。こうやってこうやってね。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。おめでとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。今日はビールかけですけど、はい、何を持ってるんですか。コーラかけ。コーラかけ。藤本さん直伝のコーラかけ。コーラ負けだ。何年コーラなんですか。これやばいですからね。これ、はい、聞く、一番聞く。これ一番聞く。じゃあ先生、はい、一つだけどうやったら優勝できたんですか。わかりません。はい、CS は頑張ってよ、はい、CS は。はい、で、ファンに向けて一言。はい、また頑張ります。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。やっとって感じです。やっと、はい、やっぱ挨拶飛びますか。飛びます。全然飛びます。本当は何言いたかったんですか。いや本当にもっとみんなよくやっぱみんなで頑張ったし、本当みんな力で頑張ったっていうのを言いたかったですけど全然飛んだ。、はい、いいですね。まだ CS もありますから、まだあと2回あるんで。そうですね、ファンに向けてメッセージお願いします。はい、まあ CS 日本シリーズ向けてこれからまた頑張りたいと思います。見つけました。中村晃選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね今日も。よかったですね。いややっぱ勝負どころ強いですね。頑張りますよ。まだまだ。いやあれ感動しましたよ。バントした後も全力疾走、感動しましたよ。全力疾走は当たり前です。さあ皆さん見てます。はい、まだまだ。メッセージお願いします。はい、まあ、CS と日本シリーズあるんでね、頑張ります。はい、もう誰やお前。ありがとうございます。槙野選手、はい、やりましたね。やりました。うわ、槙野選手のどんな頑張りで優勝できましたか。何も頑張ってないです。いやそんなことない。何も頑張ってないです。そんなことない。ファンは見てますから、はい、ファンの方にメッセージを。本当いっぱいありがとうございます。あ、オーナーありがとうございます。オーナーあります。ありがとうござい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 ます。すいません、あのその方に言う。いや、ソンオーナーにビールかけられてもらいました。やりましたね。やばいっす。やばい。やった。じゃあ CS も頑張ってください。頑張ります。ナイスホームラン。ありがとうございます。おめでとうございます。いやでも春からずっと。どうですか。そうですね。やっぱこうやってビールかけできるのはすごい楽しいんで、まだまだできるように CS も頑張っていきたいなと思います。キャンプからずっと突っ走ってね。ね、本当にしんどい時期もあったでしょうけど自分の中では、はい、でもよく頑張って最後にホームランも打って、はい、優勝最高でしょう。そうですね、もうこれがあるから頑張ります。はいはい、あとね、あの育成から上がった選手たちもいますんでね、はい、また一緒に頑張って、まだクライマスありますんでね、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。これをこうして、うわ、ありがとうございます。いや嬉しかった。今年
ろ連絡もらってね、いろいろありがとうございます、本当に1年間。いやいやいや、こちらこそですよ。いやいやもう、いやでもなんか、こう見えて結構ね、精神的にやっぱナイーブなところあるんですよね、クリアですね。結構ね、やってますね、メンタルは。いや、ほんとだ、今日はいいですね。今日は楽しい、楽しい、最高です。わあ、いい、飲んでる飲んでる、飲んでる。最高。どんな味、どんな味。ぬるいぬるい。柳町選手、見つけました。さよなら男、あるだやりましたね。あります。今日も打ちましたね。はい、出ました。でももうマジで何も見えないですね、これやばいっす。久しぶりですよね。はい、てか僕初めてです。あ、初だ。はい、やりましたね。よかったっす。どうですか、ビルかけ。え、こんなに苦しいもんだと思わなかったです。めちゃくちゃ苦しいです、これ。野球の試合とどっちが苦しいですか。え、こっちです。じゃあファンの方に、ファンの方にメッセージを。マジカルスパッティ、ありがとう。本当にありがとうございます。最高です。ビール大好き。大好き、よし、ね、ビールと。あれなんかでも顔綺麗ですね。本当ですか。綺麗。あんま浴びてなくないですか。まあでもちょっと酔ってます。ちょっとファンに向けて、CS に向けてお願いします。いやもうそうですね、まあ、バッティングでしっかりもっと打ちたいなと思ってるんで、まあ、長所はバッティングだと思うんで、打って打って打ちまくって、もう日本一取れるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。わーわーわー、寒そう。寒くなってきた。寒いです。おめでとうございます。もう何回目ですか、見るかけ。いや、何回やらせてもらいましたかね。本当に最高ですね。ありがとうございます。でもちょっともう冷えるなって感じになってますけど。いやもうちょっと年寄りには応えます、これね。温かくてまだ良かったです、本当。チーズが。でもあと何回ぐらいビールかけしたいですか。いやもう今シーズンね、あとチャンス的にあと何回あるんですかね。2回あるんですかね、 CS と日本シリーズはね。はい、そうなれるように頑張ります。はい、でもビールかけどうですか。すごいね、楽しいですね。でもファンの方見てますから、 CS に向けてお願いします。いやね、パリーグ勝ちましたけど、はい、石塚選手が乱入してきました。いやいや、ありがとうございます。もう若い選手たちのおかげのやっぱ優勝もあるんで、はい、まあ、CS ありますけどね、若い選手、はい、みんなで勝ち抜きます、頑張ります。うえー、はい、OB の池田と申します。よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。あの待ちに待ったビールかけ、もう最高ですね。最高ですね。もううまい、はい、酒がうまい。やっぱり毎年やんなきゃいけないですね。そうですね、はい、もう4年間待ってました。待ってました。私ども待っておりましたけども、孫さんとこうやってお近づきになれるも、この距離もこの時しかないもんですから。あ、はい、本当ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まだクライマックスもあります。そして一番という孫さんの言われる一番がまだ待ってますんで。そうですね、はい、そこまで日本一に向かって、はい、ビールかけ。みんなで応援します。はい、ありがとうございます。頑張ってください。おめでとうございました。ありがとうございます。わざわざすいません、どうも。ありがとうございます。おめでとうございます。見つけましたよ。待って、もうちょっと見つかった、見つかった。オースポーズ見つかった。スリムだから気づきにくい。スリムだから気づきにくい。スリム、どうでしたか今シーズン。いやもう本当厳しいなと思った時期もありましたし、本当来年に向けてもっと頑張りたいなと思いました。いいですね、もうビールかけだから、はい、こういうのなしで、はい、今の気持ちぶっちゃけましょうよ。CS 絶対投げて勝ちたいです。オッケー、はい、オッケー、ありがとうございます。まああのいろんな思いがあるでしょうが、まずはね、優勝おめでとうございます。そうそう、あ、まあ、優勝したのは最高ですね、はい、やっぱり。ということはですよ、ここからまだまだこうやらなきゃいけないところがあるということですよ。そうですね、はい、まだまだ先があるんで、はい、力になれるように頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、優勝してもやっぱり相変わらずいい声で。ありがとうございます。どうですか、優勝の味は。いや、すごい最高です ね、はい、まあ、これでどうですか、状態は。まあ、あのちょっと怪我しちゃったんで、CS に間に合うように、ね、しっかり頑張りたいなと思います。でも1年間本当によく投げてくれましたね。ありがとうございます、ね、はい、もうひとしおでしょ、あのこの喜びは。そうですね、もう本当に、まあ、いろんな人の力を借りながら、はい、頑張ってこれたんで、はい、本当に皆さんに感謝しながら、嬉しい気持ちを感じてます。やっぱりビールかけしなきゃ ね、 そうですね、まだ次もありますよ。はい、またできるように頑張ります、はい、最高っす。そんな経験も二度とできないような感じですよ。もう誰に一番かけた。いや、もう先輩方にかけました。喜びのビールを。あ、来た。誰か、誰だ、誰だ、誰だ、小笠さんだった。小笠さんです。
うですね、本当に今日は本当にいい日になりました。やめなさい。どうですかこの味は。いやもう本当に美味しくて、はい、いやもう最高ですね。あの冷静な顔はマウンドだけで十分です。いや本当に今日は本当に嬉しい日です。本当に今日は、はい、今日は笑ってナイスピッチング。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。エブリゲームエブリゲーム、はい、ね、素晴らしい。毎日と毎週で毎ヶ月で同じで、あの頑張ります。パワーがすごいよ、はい、元強いです ね、うん、クライマックス、はい、頑張ってください。元、うん、あの元いいピッチングで頑張ります、はい、おめでとうございます。ナイスナイスピッチング。 MVP 本当さあナイス。まだ CS 頑張って。頑張って OK コングラチュレーション。うわー、じゃあお二人で本人打ちますから、本人 CS に向けてのメッセージを。これからも頑張ります。やーっぴー。皆さん本当にね、はい、本当にいい顔してましたけど、やっぱりこう全部見ると、はい、おそらくこれ初めてのビールかけなんじゃないかっていう若い選手本当に多かったん で、 そうです、ね、今年はやっぱり若手の力もあっての優勝なんだなということをね痛感しました、はい。そしてですね、取材していた記者の話では、はい、ビールかけの時間例年15分ほどらしいんですけど、うんうん、今年ですね20分間ぐらいあったということ。長かったんですね。そういうことです、そういうことです。なのでやっぱり5年ぶりのビールかけで、うん、選手の皆さんも思う存分長めに楽しんでいたということのようです、うん。